こんにちは、かよです。今日は最近の新商品と購入品を紹介していきたいと思います。以前購入品動画で軽く紹介させていただいたものもあるんですけれども、今日は使用感のレビューも改めてしていきたいと思います。では早速始めていきます。まず最初はパッドです。一つ目はこちら、コス RX プロポリスシナジーパッドです。こちら新発売となるので、まだファヘのランキングには反映されていませんでした。こちらは私の大好きなコス RX プロポリスシリーズのパッドとなります。こちらのシリーズはトナー、アンプル、クリームと全て使用感が良く、ベストスキンケアでも紹介させていただいた名品のシリーズなんですけれども、やはりパッドも期待を裏切らない良さでした。3種類のプロポリスエキス 84% が配合され、潤い、ツヤのあるお肌に整えてくれるデイリーで使える水光パッドとなります。内蓋とピンセットが個包装で一緒に入っていて、衛生的に使うことができます。テクスチャーはデコボコ面とツルツル面に分かれているタイプです。パッド自体に厚みがあり、エッセンスがしっかりと染み込まれています。ほのかに蜂蜜系の甘めの香りが若干あるかなという感じですが、コス RX のプロポリスシリーズは全て香りが弱めとなっているので、強めの香りが苦手という方にもこのシリーズは負担なくお使いいただけるかなと思います。使ってみた感想は、パッドを取った後もベタベタ感やヌルヌル感っていうのが一切なく、本当にお肌がツヤっと保湿されたように潤います。パッドは今いろいろな種類が出ていて、角質拭き取り系、保湿系、鎮静系、クレンジング系などいろいろと出ているんですけれども、こちらは集中保湿プラスツヤという感じのパッドです。朝のメイク前に使用すると化粧のりがすごく良くなってツヤ肌に仕上がるので、個人的に本当に買ってよかった大満足のパッドでした。続いてこちら、ラウンドラップ白樺水分クレンジングパッドです。こちらも出たばっかりの新商品となり、ファエのクレンジングティッシュ部門では現在13位、口コミ評価 4.44 と高評価です。こちらは白樺樹液とビタヒアルロン酸が含まれているほか、パンテノールやアラントインが配合されており、お肌を鎮静しながらメイクや老廃物を優しく拭き取ってくれる弱酸性パッドとなります。内蓋はついておらず、別途ピンセットが付属でついていました。大きさは直径8センチとなり、パッドの中ではかなり大きいタイプです。パッドはデコボコではなく、網網面とツルツル面の2面となっています。網網パッドだと大量のエッセンスを含むことができ、お肌への刺激も減らせるそうです。メイクを落としてみます。こちら一吹きでかなりメイクが綺麗に落とせて便利です。香りは一切ありません。使ってみた感想は、こちら私の最近の大ヒットで本当に買ってよかったクレンジングパッドです。白樺シリーズは個人的にすごく好きで、クリームや日焼け止めも信頼して愛用しているんですけれども、こちらのパッドもクレンジングパッドなんですけれども、すごくお肌に優しくて便利なので最近毎日使っています。私は普段日焼け止めだけ塗ることが多いんですけれども、ノンケミタイプの日焼け止めを塗った時は洗顔フォームだけではすっきりと落ちた感じがしないので、別途でお肌に優しいタイプのメイク落としを使ってからダブル洗顔をしていたんですけれども、顔や首をささっと拭いてその後洗顔するだけなので、すごく便利になりました。あとはメイクをしている時にちょっと部分的に失敗しちゃったなという時とか、なんかファンデーションが綺麗に乗らなかったなという時は、部分的にこちらで拭き取って修正することができるので、本当にすごく使いやすいです。続いてこちら、トリデンダイブインマルチパッドです。こちらも新商品となり、ファエの部分マスクパッド部門では現在13位、口コミ評価は 4.42 と高評価でした。こちらのトリデンダイブインシリーズは化粧水、美容液、シートパックとファヘ1位3冠を取っているダイブインシリーズから新しくパッドが出ました。こちら 5D 複合ヒアルロン酸が含まれているため、内側から水分を補給してくれる効果があるそうです。またアラントインも配合されているため、お肌の鎮静効果も期待することができます。テクスチャーは両面凹凸のない薄いシートパックのようなタイプです。密着力が良く、エッセンスがたっぷりと含まれています。薄い水色をしているのはマラカイトエキスの本来の色となります。香りは一切ありません。使ってみた感想としては、大好きな低分子ヒアルロン酸セラムのエッセンスがたっぷりと入っていて、こちら使用後にベタベタ感も全くないので、メイクの前の部分的な保湿にすごく愛用しています。こちらのパッドは拭き取って角質除去効果というよりは集中保湿や、あと意外にクーリング効果もあって、パッとした後はその部分がひんやりとして鎮静された感じも実感しました。パッドも部分的に集中保湿をしたい時にはすごく便利なんですけれども、お顔全体をしっかり保湿したいという時には同じシリーズのシートパックもすごくおすすめです。続いてクリームです。最初はこちら、エスネイチャーアクアスクワラン水分クリームです。以前最新1位動画で紹介させていただいたんですけれども、しばらく使ってみたので使用感をレビューしたいと思います。ファエのクリーム部門では現在1位、口コミ評価 4.48 と高評価です。健康なオリーブから 0.2% だけ抽出できるスクワラン成分15万 ppm が含まれており、その他ビタミン B5、 パンテノール、
8種のヒアルロン酸を含み、水分、栄養、弾力の効果が期待できる水分クリームです。テクスチャーは緩めの水分クリームタイプです。かなりみずみずしく伸びて、程よくしっとり感と保湿感もあります。水分クリームによくある仕上がりのペタペタ感というのが全くないです。香りも一切ありません。使ってみた感想としては、春夏にすごくおすすめの水分クリームです。水分クリームといえば、ドクタージーンのレッドブレミッシュクリアスージングクリームや、バイオヒルボーのパンテノールシカブレミッシュクリームなどの使用感も私は大好きで愛用しているんですけれども、個人差によりこちらは仕上がりがちょっとペタペタすると感じる方もいらっしゃると思うので、水分クリームで仕上がりのペタペタ感や重たさがなく、しっかり保湿力もあるクリームをお探しの方はこちらをぜひおすすめしたいです。続いてこちら、トリデンダイブイン低分子ヒアルロン酸クリームです。ファエのクリーム部門では現在第2位、口コミ評価は 4.34 です。こちらも 5D 複合ヒアルロン酸のほか、オリゴペプタイド1というのが含まれており、水分の補給をしながらバリア機能を高める効果が期待できます。テクスチャーは緩めのジェルのような水分クリームです。先ほどのエスネイチャーとテクスチャーを比べると、ダイブインの方がよりゆるゆるっとした感じで水分感が多い印象です。こちらもマラカイトエキスが含まれており、天然由来の薄い水色をしています。香りは一切ありません。使ってみた感想としては、こちらもこれからの季節にすごく使いやすいと思った水分クリームです。馴染んだ後はベタベタ感がなく、お肌に水分をギュッと含んだようなもちもちの肌に仕上がります。ちょっと乾燥が足りないなという場合には、こちらのセラムと一緒に混ぜて使うと、より保湿力が高まり、もちもちの肌が長時間続くのでおすすめです。続いてこちら、メディヒールティーツリーバイオームブレミッシュシカクリームです。こちらも新商品となり、ファエのクリーム部門では現在圏外、口コミ評価は 4.25 です。こちらは最近私が肌荒れの時にすごく愛用していたティーツリーバイオームブレミッシュシカアンプルと同じシリーズのクリームとなります。こちらはティーツリースージングレイヤリン工法で、お肌の表面に薄く鎮静の保護膜を形成し、油分感なく長時間水分を維持するクリームとなります。テクスチャーはこちらもゆるっとしたジェルのような水分クリームタイプです。薄い緑色をしていて、香りは美容液と同じハーブのような草の香りがあります。肌なじみがすごくよく、みずみずしく水分感溢れるお肌となります。ベタベタ感、ベタつき感もありません。使ってみた感想はクーリング効果もあり、使用感もすごく良かったんですけれども、乾燥肌の私にはちょっと保湿力が足りないなと感じました。塗って10分ぐらい経つとパキパキしてきて、お肌の乾燥を感じてしまいました。ただ成分も優しく、使用感もとてもいいので、脂性肌さんやニキビ肌さんの春夏クリームとして参考にしていただけると嬉しいです。続いてジェルです。アロマティカスージングアロエベラジェルです。こちらも以前最新1位動画で紹介させていただいたんですけれども、使用感のレビューをしていきたいと思います。ファエのジェル部門では現在1位、口コミ評価は 4.38 です。有機能アロエベラ 96%、 天然由来成分 99% となり、紫外線で刺激を受けたり赤く敏感になった顔や体を素早く鎮静してくれる水分ジェルです。テクスチャーはかなりみずみずしい緩めのジェルタイプです。冷蔵庫に入れてなくてもひんやり感を感じることができ、ほてった部位にのせるととても気持ちがいいです。伸ばすと水っぽくスーッとなじみ、ジェル独特のベタベタ感が全くありません。香りもないです。使ってみた感想としては、こちらの鎮静ジェルは本当に買ってよかったです。ここ最近肌荒れで大変なことになっていたんですけれども、こちらを冷蔵庫に冷やして、洗顔後一番最初にこちらを塗ってひんやりと顔をクーリングさせていました。以前紹介させていただいた B プレーンのシカフルクーリングジェルも大好きなんですけれども、テクスチャーが結構異なり、 B プレーンは薄い膜をピターッと張ったようにこっくりとお肌に乗るタイプなんですけれども、アロマティカはお肌に伸ばすとスーッとみずみずしくなじむタイプなので、こちらは洗顔後一番最初に、こちらはスキンケアの最後の方に使うのがいいのかなと思いました。これからの季節、どちらもおすすめの鎮静ジェルです。最後は日焼け止めです。メイクプレム UV ディフェンスミーカーミングサンクリーム SPF50+ PA4+ です。今回メイクプレムさんに新商品の日焼け止めをお試しさせていただきました。新商品となるので、ファエの日焼け止め部門は現在圏外、口コミ評価は 4.30 です。こちらは紫外線散乱剤のノンケミタイプとなります。酸化亜鉛 100% 配合となり、家族全員で安心して使える低刺激の日焼け止めとなります。バンブーウォーターやマデカソサイドも含まれており、お肌の鎮静効果も期待することができます。テクスチャーはみずみずしく伸びがよく、水分感があります。伸ばした後は白浮き感もほぼなく、1日中乾燥も感じませんでした。香りは無臭ではないのですが、ノンケミ独特の嫌な成分臭が全くありません。
香料なども入っていないんですけれども、爽やかな香りが弱めにあり、匂いに敏感な私も全く嫌な香りではありません。使ってみた感想としては、ノンケミタイプの中ではかなり使用感が良かったです。個人的にはノンケミタイプの中ではドクター G のグリーンマイルドアップ3プラスが一番いいかなと思っていたんですけれども、正直にドクター G と同じぐらい使用感がいいなと感じました。ではここまで最近の新商品と購入品を紹介させていただきました。インスタでも動画のまとめや最新の韓国コスメをアップしておりますので、合わせてチェックしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方は、高評価コメント残していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。